どうもこんにちは、ドッグトレーナー翔吾です。それでは内容に入る、その前にオンラインサロンでは楽しくやらせていただいてます。今メンバーさんどんどん増えております。ズームでトレーニング、ズームでソロなどもやってますので、もしよかったらね、入ってみてはいかがでしょうか。ということでね、はい、今日はですね、ドッグトレーナーをしていて嬉しかったこと参戦ということで、ドッグトレーナーをね、もう長くって言っても、10年ちょっとかな、やらせてもらっていると、まあいろいろね、大変なこともたくさんあったりするんですけども、もちろんね、嬉しいこともたくさんありますね。そんな中で自分が嬉しかったなって思う話をね、今日はしていきたいと思います。一つ目ですね、お誕生日プレゼントでうちに、遊びに来てくれるよっていう子がいますね。いろんなワンちゃんと遊べるとか、トレーナーさんとして遊びたがってるんで、お誕生日だから今日連れてきましたっていう子もね、います。なのでご褒美っていう意味合いでいくと、こんな風に思っていただけてるっていうのはうちも非常にありがたいですよね。なので、もう本当にね、うちの子すごい喜ぶから、お誕生日プレゼントとして、今日はペットホテルだから他のワンちゃんと一緒に遊んでいいよとか、トレーナーさんと一緒に遊んでいいよとかね、そういう風に考えていただける。まあ自分もご褒美としてあんまりペットホテルを捉えたことがなかったので、ここに来るのがすごい好きで、お誕生日だから連れてきましたって言われた時には、ものすごくね、嬉しかったなっていうのをね、今でも覚えてます。なので、もちろんね、まあ、ワンちゃんたちの中には、まあ、他のワンちゃんと遊ぶのがすごい好きな子、人と遊ぶのがすごい好きな子っていうばっかりではないからね、もちろんどうしてもね、そういった部分って、ちょっと苦痛まではいかないけども、やっぱ嫌だなっていう子も出てきちゃうのはしょうがないんですけども、でもね、本当はお父さんお母さんもやっぱりそうやって、ここで遊んできていいんだよとかいう気持ちで送り出してってあげるっていうのは、ワンちゃんにとってもね、気持ちの精神面的なところにはすごくいいんじゃないかなと思いますので、私たちにもね、すごくね、嬉しくて心にね、今でも残ってますよっていうお話でした。2つ目ですね、困りごとが解決した時、これはね、やっぱり嬉しいですよね。自分たちもね、お客様って本当来た時って、すごい困ってるわけですよね。でそれがやっぱり自分たちの、アドバイスだったりとか、ちょっとした練習とか、そういったものでね、改善できたっていうのは非常に素晴らしいことだと思いますし、あとはお客様とワンちゃんとの生活が明るくなるっていうのが、まあ、自分たちが一番そのためにね、仕事をしているっていうところがありますので、そこはね、やっぱり一番ね、嬉しいなって感じることが、多い瞬間なのかなと思います。3つ目ですね、でこれが多分自分の中で一番多いんじゃないかなって思うのが、お客様の中で困りごとが少しでも緩和できた時ね、さっき解決って言ったんですけど、解決できることばかりではないんですよね。ワンちゃんだけの問題じゃない時もあったりはするので、なかなか難しい部分ってあったりするんだけども、でもどちらかっていうと、困りごとが解決した時ももちろん自分たちは嬉しいんだけども、それ以上に嬉しいのはお客様の中で、あ、なんかここが違うんじゃないか、あ、なんかこうしていったらいいんじゃないかっていうのが相談していく中でね、まあ自分たちもね、カウンセリングって話聞いたりするんですけども、もちろんね、人間のね、カウンセラーとかの資格は全然持ってないので、お話を聞くことしかできないですけども、ただそんな中で何かワンちゃんとの糸口を見つけた、一番がやっぱり飼い主さん自身が一番ね、やっぱり苦しくなっちゃうことが多いのかなと思っていて、なんで苦しくなっちゃうのかなっていうと、なかなか相談したりとかね、そういうこともできないと思うんですよね。なので、聞いてもらって、なんかちょっと気持ちがほっとして、これからこんな風に向き合っていきますってなった方は、結構ね、困りごとの解決までがね、すごい近いんじゃないかなと思いますので、自分もね、話をしてる中で、そこまで、すごくやっぱりお客様が、あ、なんか気づいてもらえたんだ、あ、なんか変わっていきそうだなっていうのが見られた時が、多分これがもしかするとね、一番嬉しい瞬間なのかなっていう気がします。困りごとの解決ももちろん嬉しいんですけどね、そこがあってのそこな気がしますね。なので皆さんもね、もし何かね、困ったことがあれば、無理に利用する必要性はないと思うんですけども、あればね、ドッグトレーナーさんに相談してみてください。はい、というわけでね、今日はね、私が、これまでドッグトレーナーやってきた中で嬉しかったことということでお話をさせていただきましたね。皆さんもね、ぜひね、ちょっとした困りごとでもね、構いません。誰か人に喋るだけでもね、やっぱり気持ちが楽になるっていうのもあるんじゃないかなと思いますので、自分のね、オンラインサロンもそういうところって多いんじゃないかなと思いますね。やっぱり通っていくまでの重い悩みじゃないんだけども、自分で抱えておくよりはみんなで共有する、そして何かヒントをもらって、それが何か次につなげていけたら、それが一番いいんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さんもね、自分のワンちゃん見てみて、もし何か分かんないことがあったらね、相談するタイミングがあったら相談してみてはいかがでしょうか。